はい、ということですね、今日はね、フランスです。実はですね、このチャンネルね、一応海外ニュースチャンネルだったりするわけですけれどもね、なんか海外じゃないこともよくやってますけれどもね。でですね、今日ちょっとフランスでどえらいことが起きてるんですよ。まあ起きたっていうかね、これね、多分結構びっくりする話だと思うんですけれども、これですね、何かっていうと、今日はですね、メインはフランスで、なんとですね、ペットショップで、あれですね、もうペットショップがほとんどなくなるっていうね、ちょっと嘘みたいなニュースなんですよ。これね、嘘みたいですけど、これマジなんですよね。で、今日はですね、これを紹介した後、これね、他にも今ですね、特にヨーロッパとかですけれども、同じようなこと起きてるんですよ。今日はね、そういったのも紹介しておこうと思います。でですね、これ、多分今日の動画結構面白いと思うんですけれども、結構知識としてね、あ、そういったこと世界で起きてるんだって感じで面白いんですけれども、ではですね、早速ですけれども、今日のね、メインのニュースやっていこうと思います。フランスでですね、マジでペットショップがですね、全部、まあほとんどっていう感じですからね、なくなるかもしれない、そういったニュースなんですよ。これ本当ですからね。だから本当嘘みたいな本当の話なんですよ。ちょっとこれニュース読んでいきますね。これがですね、フランス上院は18日、動物愛護に関する法改正案を賛成多数で可決した。動物の福祉や衝動買い防止の観点から、犬と猫はペットショップでの販売を2024年から禁止するってことなんですよ。本当嘘みたいな話なんですけれども。で、これはすでにですね、マクロン大統領が近く署名し、施行されるってことなんですよ。ということで、これですね、シンプルに、そしてはっきりとですね、今ありましたよね。犬と猫はペットショップでの販売を2024年から禁止するってありましたよね。で、これですね、そういった案が出てるじゃなくて、もう可決してですね、今あったように、大統領の署名すること決まってるんですよね。っていうことで、これですね、完全に近々フランスではですけれどもね、施行されるんですよ。だから決定事項なんですよね、これ。ちょっと本当嘘みたいですよね。だからこれですね、ペットショップのほとんどはこれ、消えるってこと決定ですよね。僕そう思うんですけれども。まあ一部ですね、これね、爬虫類専門とか、あと魚専門とかね、そういったペットショップ残ると思うんですけれども、やっぱでもペットショップの大半ってこれやっぱ犬とか猫ですもんね。これね、ペットショップで売っちゃいけないってなったわけですから。あとですね、今回の法律にはこうもあって、初めてペットを飼う人には必要な知識を身につけている旨の誓約書にサインすることが求められるってあるんですけれどもね。で、これですね、じゃあそういった愛玩目的で犬猫を飼うのは禁止かっていうと、これはね、そういったことではなくて、こうあるんですよ。犬や猫を飼う場合、保護団体や個人からの譲渡、ブリーダーからの直接購入となるってね、これは可能なんですよね。そしてこれですね、今ちょっと言いましたけれども、ウサギや魚など引き続き販売できる。だからね、まあ、そういったウサギとか魚はこれね、引き続き同じように販売できるらしいんですけれども、でもね、これにもちょっと制限かかっちゃうんですよ。これがですね、こういう風になります。ウサギや魚などは引き続き販売できるんですけれども、が、衝動買いを招かないように、ショーウィンドウに陳列することを禁止する、ってあるんですよ。これあれですよ。犬猫じゃなくて、ウサギとか魚の場合ですよ。ウサギとか魚もこれね、ショーウィンドウに展示して販売しちゃいけないってね。これなんかちょっとショーウィンドウって定義はわかんないですけれども、何ですかね、こう、路面店に面して展示するってことですかね。それとも店内ですかね。店内だったら普通に今まで通りね、ショーウィンドウっていうかまあ、普通にね、見えるように展示してありますからね。どこまでがショーウィンドウの定義かわかんないですけれどもね。でも少なくともこれですね。なんか、ショーウィンドウに提示するのはね、ダメって書いてありますから、路面店とかにね、だから外に向けてこう、展示してるのはダメなのかもしれないですよね、これ。これあれですよ。ウサギとか魚の場合ですからね。犬とか猫ってのはもうね、普通に無条件で、ペットショップでね、販売自体は禁止ってことですからね。ちょっとほんと、嘘みたいな話ですけれどもね。でもこれですね、今後どうなっていくんでしょうね。これね、今回こう、規制とかね、法律によって、飼われてるですね、犬とか猫の数ってのは、かなり変動すると思うんですけれども、だからこれ、間違いなく減ると思うんですよ。ただね、どのぐらいこれで減るかわかんないですけれども、そういったところはすごい気になりますよね。そしてね、これね、もしそういったね、こう、飼われてる犬とか猫の数が減るんだったら、これですね、今回のペットショップで販売禁止だったんですけれども、これね、ペットショップだけじゃなくて、そうしたらこれですよ。だって、飼われてる犬とか猫の数は変わっちゃいますから、そうするとこれですね、例えば、ドッグフードのメーカーとかね、そういったところの売り上げも落ちますから、だからこれですね、ペット産業にとって、とんでもないレベルのね、こう、打撃っていうかね、かなりこう、ペット産業っていうのは縮小すると思うんですよ、おそらくね。いや、おそらくだから確実ですよね。ただ、どのぐらい縮小するかわかんないですけれどもね。だからなんかね、これすごいね、こう、壮大なこう、社会実験って感じですよね。うん。で、今回これですね。まあ、フランスの話じゃないですか。フランスすごいことやってるなぁ、じゃないんですよ、これ。絶対ね、僕は思うんですけど、絶対これってフランスだけにとどまらず、これからね、さらに広がっていくと僕は思うんですよ。だからね、これね、まずまあヨーロッパに広がって、アメリカとかに広がってね、その後やっぱアジア、日本とかじゃないですか。だからね、日本そういうのちょっと遅いから、10年後とは僕言わないですけれども、でも多分ね、これね、20年後とかには同じようになるんじゃないのかなって本当にちょっと思っちゃうんですよ。だから、日本でもね、20年後とかはペットショップでね、犬とか猫の販売禁止されてるんじゃないかって僕本当に思うんですよ、これ。だから、本当に今回ね、すごいこと起きたなと思うんですけれども、
これね、まあ、今ちょっと僕の説明聞いてね、20年後の日本がね、これ、ペットがね、ペットショップでね、こう犬とか猫の販売禁止されてる？そんなバカなってね、そんな嘘だよってね、思った人いるかもしれませんけれども。でもこれですね、この後のね、ちょっと他の国のニュース、今フランスのニュースでしたけれども、他の国のニュースこの後するんで、これ聞いてもらったらね、確かにこれ本当ね、広がって日本にも来るんじゃないかちょっと分かってもらえると思うんですよ。ちょっとこの後紹介していきますけれども。ただね、これちょっと、その後ね、フランス以外のニュースもこの後やるんですけど、ただそのちょっと前に、フランスちょっとまだ続きあるんで、フランスちょっとやらせてほしいんですけれども、これがですね、さっきのね、犬と猫がペットショップでね、販売禁止ってありましたけれども、この法律ってこれだけじゃなくて、この法律に続きがあるんですよ。これね、何書いてあったかっていうと、これもね、こっちの方ちょっとびっくりする人いるかもしれませんね、これ。これもすごいびっくりするニュースなんですよ。これちょっと読んできますね。これがですね、法案ではこの他、動物のショーについても言及されていて、2026年までに水族館でのイルカとシャチの飼育が禁止されるほか、わかりますか？だからもう、イルカとシャチの飼育がね、水族館で禁止されちゃうんですよ。ってことは、どういうことですか、これ。だから、イルカとかシャチのショー、これがなくなっちゃうってことなんですよ。2026年までにフランスではね、少なくともなくなっちゃうんですよ。そしてさらに、2028年までには、さらにあるんですよ。2028年までには、サーカスでの野生動物の飼育が禁止されると。だからこれね、どうなんですか？サーカスってこれ、ほとんどなくなっちゃうってことなんじゃないですかね、フランスから。だからね、これね、フランスでは、いや、まあ、今後世界ではですけれども、イルカのショーとかシャチのショーもなくなっていくし、サーカスもね、消えていくってことなんですよ。これね、ほんとなるんじゃないですかね。だからね、こういった風に考えていくと、これマジでね、フランスなんかね、10年後とかにはこれ、動物園とかも禁止ってなるんじゃないですかね。だってこれぐらいの流れがあったらね、なっちゃいますよ。そしてこれですね、実はこれですね、さらにまだこの同じね、フランスの法律ですけれども、まあ、今のところ法案ですけれどもね、続きもあってこうもあるんですよ。これね、こういう風になります。今回の法改正でもう決まったんですけれどもね、毛皮用としてのミンクや他の野生動物を飼育することも禁止した。だからね、これ毛皮ね、全部禁止ってことですよ、フランスではね。っていう感じでこれね、他の国にもこれ広がると思うんですよね。これちなみにミンクとかね、ミンクですけれども、これミンク一番生産してるのは多分ね、これね、デンマークとか中国だと思うんですけれども、こういったところでもね、デンマークとかね、禁止になっていきそうですよね。はい、ということでね、ここまではこれですね、フランスの動きなんですけれども、で、ここからいよいよ、いよいよじゃないかな、これね。ここからちょっとフランス以外のね、国の動きなんですけれども、これね、やっぱね、これ聞くとやっぱね、時間の問題でね、広がっていくって思いますよ。これね、じゃあまず紹介したのはこれ、イギリスです。ちょっと読んできますね。イギリスで既存の動物愛護法を対象とする動物の定義について、甲殻類や軟体動物も含むべきという旨を明文化した動物福祉感覚法の審議が行われています。ということで、だからこれですね、もともとイギリスにもこれね、動物愛護法があって、まあこれ日本とかにも同じようなありますけれども、だからね、ある程度こう特定されたね、だから犬とか猫とかそういったのですけれども、そういった動物をね、こう例えば無意味にね、無意味に傷つけたりしたらね、罪に問われるとかそういったやつだと思うんですけれども、でですね、この法律が意味する愛護しなくてはいけない動物の定義についてなんですけれども、それをちょっと変わろうとしてると。だからさっきのだよね、多分こう、なんか犬とか猫とかね、まあイギリスの場合だとこれなんか脊椎動物らしいんですけれども、これはですね、甲殻類とか軟体動物も含むべきだっていう風にね、変えられそうっていう感じなんですけれども、これはまだ決定じゃないんですけれどもね。だからこれですね、もしそうなるとどうなるかっていうと、すごいんですよ。この法案が成立すると、動物福祉の観点から、ロブスターやタコが気絶されずに茹でる行為などが禁じられる可能性がありますってことで、これね、ちょっと前のニュースでこれね、その時審議中だったんですけれども、続きなんですけれどもね、これ、2021年7月8日時点で、上院で審議中の動物福祉感覚法は、初期案では、脊椎動物が意識を有していると法的に認める。なお、意識とは、喜びや痛みなど、肯定的な感情と否定的な感情を持つものであるってことで、あとですね、中央政府の政策決定が、意識を有する動物に関する福祉に与える影響を十分考慮しているか精査する専門委員会、動物感覚委員会を新設すると。まあ、これはね、もう新設するってことなんですね。この専門家委員会ができると。で、これ今ですね、脊椎動物ってあったから、基本的にね、これ今までっていうのは、哺乳類が法律でね、守られてたと思うんですけれども、ただこれが新たに修正案として、カニ、エビ、タコ、イカなども痛みを感じることができるとして、甲殻類と軟体動物も含めると、選択範囲がさらに拡大されようとしていますと。ということで、それでその結果、今あったようにね、なんかこう、生きたままのエビとかタコを茹でれなくなるっていうね。だからこれ、日本とか一番アウトの国みたいな感じですけれどもね、日本とかやっぱ一番やばいかなっていうね、生きたままね、調理しちゃダメって感じですからね。なんか、池作りは絶対ダメみたいな感じになっちゃいますからね、これ。
で、これですね、今イギリスの話ですけれども、だからフランス、イギリスと来て、次にまた違う別の国なんですけれども、次はこれですね、ドイツです。で、これね、ドイツで今からちょっと紹介する話ですけれども、これもですね、決定事項です。もう決まってます。ちょっと読んできますね。これがですね、養鶏業界で広く行われているオスのヒヨコの大量殺処分がドイツでは2022年から禁止されることになった。卵を産まず食肉としても劣るとされているため、採算面から日本を含む各国で業者による大量殺処分が常態化する中、動物福祉の向上の観点から禁止に踏み切るのは異例だ。ドイツ連邦議会で20日、関連法案が可決された。まあ、これもちょっと数ヶ月前なんで、今月の20日じゃないですけれどもね。そして、同様の動きはフランスでもあるが、ドイツ政府によれば、立法化は世界初という、ってことで、だからこれですね、全世界のね、養鶏、どうなのかわかんないですけれども、なんか聞いたことないですか、これなんか。ヒヨコの子、オスはね、卵を産まないんで、なんかこう、ヒヨコの時点で、卵の時点でわかんないんでね、卵を変えて、ヒヨコの時点でオスメス分けて、で、これオスだけね、殺してしまって聞いたことないですか。そういった映像とかたまにありますけれども、これさっきもあったようにね、日本も含まれてるらしいんですけれども、で、これですね、ドイツではこうらしいんですよ。これがですね、毎年約4500万羽のオスのヒヨコが、孵化後、すぐに殺処分されており、クレックナー食料農業省は、倫理的に容認できないと訴えた。22年以降は、オスを成長になるまで育てるか、孵化前に性別を判定して、オスを処分する必要があるってことで、今まではですね、これ、孵化してみないとオスメスのね、区別ができなかったから、これね、殺処分とかなってたと思うんですけれども、ただこれからですね、最近ちょっと変わってきたみたいで、こうあります。ドイツではすでに、レーザーで殻に小さな穴を開け、受精卵内の液体を採取し、性別を調べる技術が開発されていると。ただね、ただこれはこうあるんですよ。ただ、一方、養鶏業界からは、新たなコスト負担で、ドイツの卵や、鶏肉の価格が上昇し、欧州市場での競争力低下につながることを懸念する声も上がっていると。っていう感じなんですよ。これドイツの話です。あとね、これもちょっと記憶ベースですけども、覚えてるのがこれね。だからなんだ、今日は、フランス、イギリス、ドイツの話しましたけれども、あとね、アメリカとかでも多分こういったのあったと思うんですよ。何があったかって多分これね、記憶ベースですけれども、アメリカのですね、全部じゃないんですけれども、カリフォルニア州とかいくつの州なんですけれども、こう豚をですね、ケージの中、檻の中に入れて、それで、ね、まあ、養豚してると、わかります?なんか見たことないですか?もう豚がですね、豚と同じぐらいのサイズのこう、柵で囲われて、豚が身動きできないんですよ。動けないんだけれども、餌とか食べて、どんどん大きくなって、で最後ね、豚肉になるわけですけれども、そういった感じでね、豚がもう完全に動けない感じで養豚されてると。あれもですね、確かこうカリフォルニア州かどっかでね、違法だってことになっちゃったんですよ。っていうことはこれ多分ですよ。あれがダメだったらもう普通にこう、放牧だからこう、広い土地を使って豚を放し飼いみたいにして、そうやって育てるととりあえずね、まあいいわけじゃないですか。その法律的にはね。だからそういった感じになるとどうなるかっていうと、さっきのね、卵のメスオスも同じですけれども、結局どうなるかっていうと、コストが多くかかるじゃないですか。コストかかって、で、これ豚肉の値段上がるじゃないですか。でですね、そうなるとどうなるかっていうと、ここはちょっと僕の意見ですけれども、そうなるとね、豚肉とか卵の値段上がるわけじゃないですか。そうするとどうなるかっていうと、これね、やっぱこう、人工肉にどんどんなっていくと思うんですよ。だからこれね、値段、コストの観点からもこれ人工肉ね、どんどん増えていくし、やっぱ動物愛護とかね、そういうのも増えてくるんで、そうやって観点からもね、人工肉増えてくると思うんですよね。これ実際に最近です、これね、なんか人工肉だけ、これだから、なんか人工肉ってことで大体牛肉のイメージですよ、牛肉のイメージ。でもこれ最近ね、そういった牛肉の人工肉だけじゃなくて、なんとこれですね、人工魚とか人工卵とかね、本当に出てきてるんですよ。だから本当冗談抜きでいつかね、そうなっちゃうなって思うんですよね。今日のニュース聞いてね、そうなるなって余計思っちゃいましたね。あとこれちょっと思ったのがね、そういった話でちょっと思ったのが、そうなるとこれ牛からね、なんか牛乳あるじゃん、牛乳。肉じゃなくてね、牛からこう牛乳を絞るのもちょっとかわいそうみたいなね。それもちょっとなんかなりそうだなって僕ちょっと思っちゃったんですよ。そしたらこれね、人工牛乳。まあ、人工牛乳っていうかまあ牛乳の場合あれか、だから大豆から作ってるね、ソイミルクとか、あとアーモンドから作ってるね、そういったミルクもあるじゃないですか。なんかオーツミルクとかいろいろあるじゃないですか。そういっただからね、本当の牛乳、牛からの牛乳もね、ダメになるんじゃないのかって僕ちょっと思ったりとかね、本当にしてるんですよ。はい、ということでね、だって今日ちょっと言いたかったことはそんなところですかね。はい。あと最後にちょっと、おまけのニュースやります、これ。ちょっとまたちょっと違った感じかもしれませんけれども、動物愛護とちょっと関係ある。これも関係あんのかな?これちょっとね、中国の話です。これね、8月下旬のニュースなんですけれども、ちょっと面白くてね、紹介したかったんですけれども、これですね、まだちょっと紹介してなかったんで、ちょっと今日ね、ついでに紹介します。これ。ちょっと面白かったんですよ、このニュース。これがですね、これね、中国の、まあ、香港ですね、香港のニュースですね。これがですね、動物虐待に厳しい香港警察が、ちょっと知れなかったですけれどもね、それ自体。動物虐待に厳しい香港警察が、大量の塩をまいて、複数のカタツムリを殺したとして、26歳の大学院生の男を逮捕しました。中国香港の地元メディアによりますと、香港警察は今月16日、
これちょっと数ヶ月前ですけれどもね、数ヶ月前ですけれども、なんか16日に数匹のカタツムリを大量の塩を撒き殺したとして、26歳の大学院生の男を逮捕しましたと。で、近所からの通報を受け、通報するなよって感じですけれども、近所からの通報を受け、香港警察内にある動物虐待専門のチームが捜査に当たったということです。で、男がですね、カタツムリを殺した理由は分かっていませんと。なんすかね。うん。でもこれですね、カタツムリをこう殺したってことですけれども、結構やばい罪になっちゃうんですよ。これがなんかね、有罪判決を受けた場合、最長で3年の懲役刑が科されるということですと。まあこれね、まあカタツムリだからそんなに長い刑にならないかもしれないですけれども、ちょっとね、カタツムリ好きからしたらね、カタツムリは良くてなんか犬猫はダメっておかしいなって言われるかもしれないですけれども、なんかまあ、一応ね、これ有罪受けると最長ね、3年の罰金じゃないな、懲役刑になる可能性があるとね。はい、ということでね、最後ちょっとおまけのニュースでしたけれども、今日はね、以上になります。そんなところです。